はい、今回はですね、IH 調理器の危険度ということでタイトルでお届けしますけども、まあ、いわゆるね、電磁波がどのぐらいの健康被害をもたらすのかなってことを、まあ、考えていこうかなと思っております。まあ、当然ですけども、このスライドショーでですね、何か一定の結論を出そうとか、誰かに対してこういうふうに考えろということではなくて、わからないから調べてみるみたいなね、そんなことの繰り返しで私の人生もできておりますので、今回もですね、我が家をリフォームするにあたって、お、そういえば IH 調理器ってどうだったのかなとかね、私実はね、あの訪問販売の事業者として2005年前後にこの IH の調理器ってのはね、結構40台ぐらいつけてるんですよ。でその時にもやっぱり同じような研究とか考察とかあったわけなんですよね。うん、まあでもその時のことはだいぶ古いんで、あれからもう20数年経ちますんでね、また新しい気持ちで、今回、このねスライドショーっていうのを見てみてください。それでは続けます。はい、電磁波論ですね。新技術導入の迷信と真実って書いてますけども、新しい科学技術が家庭に入る時って必ず起きる論争なんですよ。はい、例えばこんなもんがあります。蛍光灯ってのが家庭についた時って、蛍光灯はね、体に危ないんじゃないかっていう論争があったんですよ。今ではそう笑っちゃうでしょ。笑っちゃうけども、今度は LED が人体に何がしかの影響があるんじゃないかってことを言い出す人もいるんですよ。ねえ、LED どうなんですかね。次、ラジオですね。多くの方がもうご存じないと思いますけども、ラジオが家庭に普及する前もこの論争はあったんですよ。ラジオから出る電波がね、人体に影響を及ぼすんじゃないかっていうふうに言われてたりとか、健康被害があるんじゃないかっていうふうに言われてたんですよ。当時は本当にそういうふうに信じられてました。まあ多分印象がない方はカメラが魂を撮るみたいな話を聞いたことがあると思うんですよ。本当今でこそ笑っちゃいますけども、当時は真剣にそういうことを論じられたりとかですね、それこそねラジオとかカメラを叩き壊す人も出てきてたんですよ。はい、テレビそうですね、テレビを見るとバカになるとか、テレビを近くで見ると脳が悪くなるとかね、そんなことをね言われて育った方もいるんじゃないでしょうか。特に昭和30年代40年代に生まれた方っていうのは、テレビを近くで見るとテレビの電波がブラウン管から出るものがね、脳に悪いよとか言われたかもしれないですね。あれはただ単にお父さんお母さんが子供にテレビを見せないようにするためにあんなことを広めたんじゃないかなと私は思うんですけど、どうですかね。次、電気冷蔵庫。まあ冷蔵庫ってのは氷を入れるタイプのやつが昭和の10年代20年代にあったのと、途中から完全に電気の冷蔵庫、今で使ってる方ですよね、ああいうのが出てきましたけども、あれも普及するときに電気の冷蔵庫ってのは本当に大丈夫かみたいな論争あったんですよね。はい、掃除機ですよね。掃除機からも電磁波出ております。どうでしょうか。ダイソンの掃除機もね、サイクローンとか言ってやってますけども、今ね、掃除機を怖くて使えない人、放棄を使ってる人っていないんじゃないかなと思います。まあだからといってね、掃除機から出ている電波が無害だということはないですよ。はい、電子レンジです。よく引き合いに出ますよね。電子レンジを使うとどうこうどうこうありますけども、これをね、本当に電子レンジが危険だっていう風な考えだと、コンビニのバイトはすでにできなくなっちゃいますよね。レンジ温めますかってのできなくなっちゃいますよね。あれ、場合によってはレンジ2台とか同時に動かしてるじゃないですか。じゃあコンビニでバイトする人って、放射線被害とか受けちゃうんですかね。まあでもわかんないですよ。やっぱり10年、20年っていうスパンで使ってくるとどうなるのかなってとこですから。今回のスライドショーっていうのは本当にね、結論を出すんじゃなくて、一個一個考えてみようと。今まで私たちが科学技術とかね、健康被害ってものに思い込みとかね、迷信とか、あと科学的な裏付けなしに論じてきたことはなかったかなみたいなことなんですよ。携帯電話ですね。やっぱり最近の問題ですけども、携帯電話って使い始めたばかりのような気がしてますけども、もう30年ぐらい使ってるんですよね。どうですかね、10歳で使い始めた人は今40になってます。20代とか30代で使い始めた人はもうね、もしかしたら年金をもらう時代になってるかもしれません。そうなった時にどうですかね、携帯電話のおかげで、今はスマホですけども、なんかありましたかね、ちょっとわかんないですよね、またね。はい、ということで、全体的に見るといろんなことはありますけども、日本人の平均寿命は伸びています。もちろん世界でもそうですけどもね、平均寿命ってのは伸びています。健康被害があるないにもかかわらず、そして先ほど申し上げましたけども、あれ、携帯電話ってそういえば30年使ってるよねっていうことに気づくんですよ。で、原因不明の病気や健康被害ってのは確かにあります。うん、確かにありますよね。だから心配になる気持ちはわかりますし、実際に何かから因果関係があって健康被害出てるんでしょう。で、切れやすい若者とかね、精神疾患が確かに増加しています。そういうのはありますよ。
でもね、やっぱりこれっていうのはすぐに、これのせいだっていうふうに結論を結びつけるんじゃなくて、何かこういう現象があるなと思ったら、やっぱり考えて調べていくっていうことを繰り返すことのその向こうに答えっていうのはあるんじゃないかなと思います。今のところまだ何の答えも出てないのかなと思いますけども、次、じゃあこう考えてみてください。工場勤務の方ね、電子レンジを作ってるとか、テレビを作ってるとか、蛍光灯を作ってる、電子レンジ、携帯電話を作ってるっていう風な工場勤務の方とか、毎日ね、テレビをガンガンに流しながらとか、IH のクッキングヒーターを説明しながら働いている、それこそね、その業界20年、30年の販売店の方々ってどうですかね。やっぱりそう、なんかおかしくなっちゃってるのかなってことですよ。で、やっぱりね、こういうことも考えていくんですよ。そもそも新型家電の研究者の方どうですかね。世の中に IH クッキングヒーターとか電子レンジとか出てきますけども、これが出るまでに、やっぱり数十年の技術革新とか開発研究とかしてるわけですよ。それこそ1日に10時間ぐらい家にも帰らずに、電磁波を浴び続けてる、そういった研究者の方って、もうみんな死んでしまったのかなって考えたときに、そうではないかなって気はするんですけどもね。はい、ブルーライトってのもなんか有害だなっていう風にパソコン の画面から出てるやつですよね。でも実際どうですかね。気がついたら何十年もパソコンの前にいるんじゃないかなと思うんですけども、なんかおかしくなりましたかね。で、 IoT ってのもこれから出てきます。当然ですけども、インターネットがあらゆる家具にね、接続されると、家電に接続されるときに、やっぱりそれはね、強力な電波を使ってるんじゃないかみたいな、そんな懸念もあると思うんですよ。だからそういうのも一つずつ紐解いていきたいなと思います。はい、5G ですよね。3G が終わって、4G がいよいよ 5G に切り替わって、研究では 6G までね、6G まで今展開されてますけども、こうやって 5G ってのも一体何のことなのかってわからないまま危険なんじゃないかなっていう風なね、そういう風な、雑誌の記事とかが随分流行ったりするんですけども、実際どうですかね。 5G を作り出している研究者の方って、それこそ 2D とかね、3G のあたりからやってるわけですよ。そういうふうに数十年も 5G をああでもないこうでもないとかやりながらね、もちろん間違った 5G 以外の影響も受けてると思うんですよ、研究の段階では。じゃあそいつたちがどんな健康被害を受けてるのかなって考えた時に、それの全てをね、隠蔽してるのかどうかってこととか、 5G を研究してる方が転職された後にね、いや前の職場ひどかったよとかっていう話があれば別ですけども、ちょっと今のところ耳に届いてないかなっていうところで、まずは事実をいっぱい並べてみて、冷静に比較検討してみましょうってことをね、私はやっていこうかと思います。次、じゃあですね、事実を並べるときに大事なのが、国際基準と国内基準ってものを電磁波に関して調べる、そういったね、ことがあると思います。これ調べた方いますかね。私はね、この国際機関基準 ICNIRP 国際非電離放射線防護委員会っていうところを、ホームページを見てですね、いろいろと見ていく中で、こういうことが分かりました。200マイクロテストラっていうものが一応ですね、基準になっていますよと。家電を作るときとか、それこそ IH クッキングヒーターを作るとき、電子レンジを作るとき、携帯電話を作るとき、これ以上の電磁波を出すものは作っちゃいけませんよ、販売しちゃいけませんよっていう基準が200マイクロテストラ、2000ミリガウスとも言います。これをよくね、意識しておいてください。じゃあ国際基準は分かった。でも、日本の基準はどうなんだと。国際基準より緩いんじゃないのかなと思ったら逆で、やっぱり日本ってのはね、あらゆる基準を国際基準の10倍ぐらい厳しくしてるんですよ。見てください。日本で販売していいよっていう風な家電とかね、いろんなものっていうのは27マイクロテスラに限られてるんですよ。270ミリガウスです。ほら、国際基準の10倍ぐらい厳しいでしょ。ということは、日本で危険だったら世界中でもうとっても危険だよってことでも言えると思うんですよ。次行きましょうか。そうなんですよ。総務省がこのレベルまでのにしてくださいねって言っても、我が社はもっと安全ですみたいなことをアピールしたいんで、民間業者っていうのは総務省のレベルよりももっともっと厳しいものを販売するんですよ。その基準がもうすでにですね、 0.27 マイクロテスラね、もうね、1マイクロテスラ以下なんですよ。で、これをガウスに直すと3ミリガウスというね、ほとんど出てんのか出てないのか分かんないような状態のものじゃないと、民間業者ってのは販売してこないっていうことがね、ここで分かるんですよね。はい、国際基準と比べてみてどうですかね。1万分の1 1000分の1 1000分の1か1000分の1ぐらいの厳しさまで、絞ってますよね。すごいですね、やっぱね、こう考えてみると日本の基準っていうのは。はい、そしてもうちょっと続きを見てみましょうか。
じゃあ実際に民間業者はこのレベルで研究開発、商品作りをしていますけども、私がですね、今度購入しようと検討しているもの、もちろんガスも検討してるんですよ。で、IH クッキングヒーターだったら、どのくらいのレベルを買おうとしてるかっていうと、これ実際に検討している商品は、1ミリガウス以下のものです。これはですね、2008年以降の製造のものはほとんど1ミリガウス以下の電磁波の放射になってますんで、国際基準から見るとどのぐらいっていうと2000分の1以下なんですよ。どうですかね、このぐらいのものだったら人体に影響があるっていうのはなかなかね、あるかもしれないです。あるかもしれないんですけども、一応このぐらい厳しく私は製品を見ているっていうことと、すでにですね、民間業者も2008年以降の製造している IH クッキングヒーターに関しまして言えば1ミリガウス以下のものばかりを出してきてるんですよ。ね、だから、いわゆるね、健康被害があるんじゃないのっていうふうに噂されるだけでも商品売りにくくなるんで、このぐらい厳しくしてるってことなんですよ。まあ、それでもね、1ミリガウス以下っていうのが、健康被害に重大な結果を見出すかもしれませんから、まだ安心できませんよ。だからこれはね、IH クッキングヒーターが安全ですよって言ってるわけではないんですよ。結論を出すものではないですから。とりあえず調べれる限りの現象を集めてみましょうっていうことですからね。次行きましょうか。はい、生活家電っていうタイトルで出てます。これは何を書いてるかというと、今多くの家庭に入っている生活家電の中で電磁波が発せられているものばかりなんですよ。実はそれの一覧を出してみようかなっていうところです。一覧表はちょっと後に右側に出てきます。まずは、ランキングを出しますね。ドラララジャーン、危険度ランキングナンバーワン、家庭家電の中で電磁波がむちゃくちゃ出てむちゃくちゃ危険なものが果たしてどんなものがあるでしょうか。 IH クッキングヒーターでしょうか、それとも電子レンジでしょうか。バーン、電動マッサージ機。いや、めったにないですね、これ電動マッサージ機がある家ってのは。まあでもね、電動マッサージ機、ある家庭にはあると思うんですよ。椅子に座ってグイーンってやるやつ、皆さんもね、家電量販店に行ったら絶対試すと思うんですけど、あの気持ちいいやつですよね、寝ちゃいますよね。あれがですね、実はね、ものすごい電磁波出してるんですよ。だから全身に電動マッサージやってるようで、電磁波を浴びる有害マッサージ機なのかもしれませんよね。はい、ナンバー2どれでしょうか。ナンバー2は使ってる方多いと思いますよ。ドン、電動歯ブラシ。そうなんですよ、電動歯ブラシ口の中に突っ込んでむちゃくちゃ危険なことをしてるんですよね。だから歯磨きの時間はね、なるべく短くしてくださいね。ナンバー3いきましょう。ダーン、さあいよいよクッキングヒーター出るでしょうか。ドン、違います、便座です。そうなんですよ、トイレから出てる電磁波って意識しないですよね、強いんですよ。どうでしょうかね、こんなの議論になりました。いやー、調べてみるとだから面白いもんが分かりますよね。じゃあ一覧表出してみましょう。こんな感じです。ほら、あと電気マッサージ機っていうのが手持ち型ですよね。だから手持ち型のちっちゃい肩叩きでトントントンってやつ、あれ電磁波出てますからね、あれ危険ですよ。次、電動歯ブラシ。電動歯ブラシもね、これだけ太いですよね。で、温水洗浄便座ね、トイレですよ、トイレとか。あとね、その次に来るのが電気カーペットです。電気カーペットは滞在時間が長いんで特に危険なんで、電磁波気にされる方は電気カーペットを捨ててください。こたつにしましょう。あ、こたつも出てますね。確かこたつもね、なんかね、体に悪いみたいなこと、赤外線が悪いみたいなこと言う人いましたけども、まあ総じて ICNIRP ガイドライン値に対する測定値ということで、どのぐらいをオーバーしたら考えた方がいいのかなっていう数値が出てます。それはですね、赤い線で100って書いてますよね。この100を超えるものに関しましては、ちょっとそれは健康被害があるのかどうか調べた方がいいですよっていうふうな軽いガイドラインがあります。一般的にこのね、我々の生活の中に入ってくる家電で100に迫ってるものって何かありますかね。お、電気マッサージ機ですか。そして電動歯ブラシ、温水器便座、あ、便座ですね。で、電気カーペット。肝心な IH 調理器はどこにあるのかなと思いますと、上から2番目ですよね。これです。炊飯器よりも、危険度は低いということですよね。で、食器洗い乾燥機は、IH 調理器以上にわずかですけどもね、危険度が増しているってことがわかるかなと思います。次行きましょう。で、健康被害よりもね、火災リスクはどうなのかな。そうなんですよ、IH クッキングヒーターって比較するものとしてはガスにするか IH にするのかっていうところが一つの迷い口だと思うんですけども、じゃあガスにした時に本当にね、健康被害はないけども火災リスクってのがあるんじゃないかっていう、そういう心配ありますよね。じゃあどうでしょうか。ドン、
はい、なんとね、 IH クッキングヒーターほとんど火災は起きません。でも多少起きてます。ガスコンロの場合、火災の件数報告されているものがだいたい15倍ですね、だから電磁波も危険だよって考え方もちろんあります。でも火災も危険ですよね。家が焼けちゃって焼死してしまうんですよ、人が。そういうことを考えたら、健康リスクも火災リスクも両方考えながらどっちにしようかなってことをね、検討しなければならないのかなと思います。もちろんガスコンロってのは火を使いますんで、やっぱりね、火事の危険あるっていうのは誰でもわかると思うんですけども、 IH クッキングヒーターもまだね、歴史が浅いですから、見えない危険っていうのにやっぱり目を向けていかないといけないのは私も同じ気持ちです。次行きましょう。その他、ガスと比較して考えたっていうタイトルですけども、要するにね、そろそろ考えをまとめていこうかなと思ってるわけなんですけども、単純にガスをリフォーム後に入れるのと IH をリフォーム後に入れるのと、どんなメリットデメリットが考えれるかなっていうのをちょっと一覧にしてみました。1つ目、子供が使う日が来るかもしれないことを考えると IH は安心だなっていう面が私にはありますね。例えば安全面もそうです。火傷することはないと思いますし、それによって火事になることもないと思うんですよ。安全面ですね。それから文化面。要するに、世の中は IH クッキングヒーターがものすごくね、拡散されてるんですよ。で、そういうことを考えると、ガスで育っちゃって社会に出た時に IH クッキングヒーター初めて触れる時にね、戸惑いがあったりするかなとかね、そんなことを考えちゃいます。まあ、それはそんなに深く考えなくてもいいと思いますけども、次が肝心なところなんですよ。IH クッキングヒーターのちょっと先には IoT っていうのがあります。 IoT を今度導入するときには IH クッキングヒーターになると思うんですけども、ガスは IoT とつながる可能性が非常に低いんですよね。そう考えたら、これからの時代のことを考えると、トータルで見るとね、もちろん健康被害のこともあるんですよ、あるんですけども、それを抜きにするとやっぱり IH を使った方がいいのかなっていうふうに考えれるところもあります。次、片付け掃除の手間による人生時間コストのロス。これはどういうことかっていうと、ガスって掃除がむちゃくちゃね、手間がかかるんですよ。力もいりますし、部品の交換も頻繁に起きてきますから。そうなった時に、そういうものを奪われる時間とかね、掃除とか 手入れに奪われる時間とか、お金とかを考えると、結局人生短くなっちゃうってことを考えたらどうなのかなってことですよね。はい。で、これはスライドショーにも出しましたけども、どうしても IH の電磁波を気にするんだったら、電動歯ブラシも携帯電話も考えていかないとしょうがないのかなっていうところはあるんですよね。まあもちろんね、でもいろいろ使ってるから、せめて IH はやめて、ここの部分だけは、台所だけはもう電磁波のないガスにしようかなって考え方もありますんでね、まだ私も結論出てません。はい。IH でがんになったという噂はあるが、科学的な因果報告はない。そうなんですよね。IH が原因で病気になりました、癌になりましたっていう風な正式な医学的根拠はないんですよ。ただなんとなく気持ち悪いから、最近体調が悪いのはこれのせいじゃないかしらっていうのもあります。で、その不安に応えるために、IH の電磁波を遮断するエプロンが販売されてるのも事実なんですよ。で、そうなるとね、販売されてるからやっぱり害があるんだっていう人も言い始めるんで、なんかね、2点3点するとこですよね。次、不明確な健康被害情報になびくには利便性の低下が大きすぎる。これどういうことかっていうと、確かにね、電磁波の問題は無視できません。私もこれからも考えていきます。でも、それを引き換えに、ガスにすることによって失うものっていうのは相対的に多いんじゃないかなって考え方もあるんですよね。はい。で、これからね、ここからね、私が個人的になんですけども、すごく、これはね、なくしたくないなと思うことです。それはね、ガスの方が火力が出やすいから料理が楽しいんですよ。やっぱりね、ガスで鮭とかに焦げ目つけて食べたいわけですよね。魚を美味しく焼きたいからガスがいい。これもちょっと捨てられないんです。電磁波動向よりも美味しく調理ができるのは、私は未だにガスじゃないかなと思うんですよ。ガスで育ってきたんで、ガスであらゆる料理をやってきましたんでね。だから IH ってのは使ったことがないんで、もしかしたらなんか美味しくできないんじゃないかなって気もしますよね。はい。で、IH 調理器に対して新しい被害原因が発見される可能性はガスのそれよりも高いっていうのは、要するに IH って歴史が短いんで、実際にどんな被害が出ているのかってことを探るのはこれからになるんですよ。これから20年30年使ったユーザーが1万件2万件10万件という報告を受けて、ガスとの比較が始まるんですけども、ガスのいろんなね、デメリットは報告されてますけど、
この IH に対してのいろんなね、根拠ある害っていうのはまだそれほどデータが多くないんで単純比較ができないんですよね。だからそういった意味でも今ガスと単純に比較できないところが大きく残るんで、いろんな事実とか現象とか感情とか先入観とかは込みでどっちにしようかなって考えていくところではないかなと思います。はい。で、一番のデメリット、これからお話しします。IH にすることによる一番のデメリットは、これなんですよ。今まで使ってた鍋とか、やかんとか、使えなくなって IH 対応ってやつに全て買い替えないといけないというね、金銭的なロスが生じます。いや、これがでかいです、結構。だって、IH の対応の、あれですよ、これ食器って高いんですよ。ねえ。どうしましょう。はい。で、他にもある健康被害って書いてますけども、どんなもんがあるかなと。はい。これね、IH に限らず我々はどんな健康被害に囲まれてるかってことなんですけども、食品水源っていう書いてますよね。だからこれはね、野菜とかお肉とかっていうのは必ずお水を使って私たちの食卓に上ってきますよね。家庭の水じゃないですよ、生産者の水です。そういったものに関してまして私たちはどうすることもできないっていうね、問題を抱えてますよね。だからそこをどうするんですかってことを言われたらどうしようもありませんってことなんですよ。一番気をつけないといけないってことなのにね。次、放射線汚染というものがあります。産地によっては放射線濃度が強いところ弱いところありますし、放射線には敷地がないって言われますよね。少しでもあったら危ないんだよってことを言われます。かといってね、放射線濃度がゼロのものっていうのは地上にはないわけですよ。そうすると、じゃあこの問題は私たちは無視してますよねってことなんですよ。線量を測りながら買い物する人っていないですからね。はい。有害ビタミン、そうなんですよね。食品の中に入ってる栄養素もいいものばかりではないんですよ。中には血管を詰めたりね、いろんな健康被害をもたらすものが食品そのものにもう入ってるってこともあります。飲料水、水には、水道水にはトリハロメタンってものが入ってますんで、全てのものは加熱すると発がん性の物質に変わる可能性が非常に高いんですよ。プラスミネラルウォーターってのありますよね。ミネラルウォーターって実は水道水よりも安全基準低く作られてますんで、実はミネラルウォーターの方が水道水よりも危険な面ってのが多いんですよね。危険な面って言っても、別に水道水飲んだからといって、ミネラルウォーター飲んだからといって、じゃあそれによってね、なんかこう体壊した人なんてごく少数ですよ。本当に数字の根拠にもならないぐらい少数なんで、まああまり気にせず東京の水だろうがどこの水だろうが飲みゃいいんじゃないかなと思いますけどね。次、赤く書いてます。健康被害で最も私たちを悩ませるのは貧困なんですよ。お金がないことによって選択肢が狭まれて、この水を飲まざるを得ない、この食品を食べざるを得ないっていう状況が最も危険だなと思いますよね。だから貧困を脱してですね、選択肢を増やして、どの国のどのものを食べるかってこととかを選ぶようにしないと、本当に選択肢少ないままでは健康被害がね、広がる一方かなと思っちゃいます。まあ、精神ですよね。これね、日々豊かに楽しく、あんまり細かいこと気にせず生きていかないと、精神からやっぱり病んでしまうってこともありますんで、今回はね、IH のこととかガスのこととか比較して申し上げましたけども、まあ私が思うのは根底にはですね、小さいこと気にせず生きるってことなのかなと思うんですよ。次、肉体ですよね。もちろん体も鍛えていきましょう。怪我をしてもすぐに回復するような体とか、少々ね、落ちたものを食べてもお腹を壊さないような内臓の鍛錬とかね、そういったものができるんではないかなと思うんですよ。この貧困精神、肉体に関しましては特にコストがかかるわけでもないですし、なんかね、できることが日々の暮らしの中でも多いと思うんで、私はその辺をね、一番に考えていっております。はい。これ家族のね、写真が写ってますよね。だからね、家族で楽しく暮らしていくこと、幸せを感じながら、感じさせながら、こう日々暮らしていくことが、多分 IH だとかガスだとかね、水だとか食べ物とかっていうのをもうね、そんなもんちゃんちゃらおかしいぐらい、私たちの暮らしを豊かに、そして体を健康にしてくるんではないかなと思いますけども、いかがでしょうかね。家族ってもの、家庭ってものが、なんか癒しの場にならないといけないのに、そこで争いが起きたり、旦那さんが憎いとかね、奥さんが邪魔だとかっていう関係は、やっぱり、もう IH どころじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、私たちは人によって励まされて、人によって癒されて、誰かのために生きていくことによって
内側から幸せを感じる、そんなね、生き方ができるんじゃないかなというふうに今回まとめさせていただきます。ここまで2019年9月16日にまとめましたけども、はっきり言ってね、 IH のことをまだまだ分かんないです。分かんないんで、私も家電をどうするかは決めておりませんし、ただ IH っておすすめがあったりガスの利点があったりとかってね、大きくはこの2つの中で1つを選ぶようになると思うんですよ。でもしね、IH で不具合があったら別に取っ払ってガスにすればいいと思いますし、最初ガスにしといて IoT が導入されたらその時またリフォームすればいいかなとも思ってます。まあそういうのも込みでね、いろいろと選択肢は固定するんではなくて、いつでも選び直すことができるよっていう前提にいろんなものを見ていければなと思います。皆さんもね、いろんなご意見あると思いますんで、聞かせていただければ非常に助かります。必ずしもね、どっちかに決めましょうとか、私がこう思ってるんであなたもそう思いなさいって、そういう風なね、理屈の押し付けとかっていうのは必要ないと思うんですよ。ただお互いに学び合えると思いますので、私たちはね、こういう風な考え方もあるよとか、こういう説もあるよとか、こういう風な実験結果も出てるよみたいなのを取り交わしてですね、考えるっていうのは悪いことじゃないと思うんですよ。最も良くないのは考えないってことなのかなと思うんですよ。考えずに鵜呑みにしてしまうとかね、誰かが言ったからこうなんだっていう風に完全に固定観念と先入観でやってしまうと、本当にとんでもないことになってもね、もう取り返しがつかないと思いますんで、全ては自分の明確な意思を持って選択できるということをね、忘れないようにしたいと思います。これからもね、いろんなことを考えていけるような、そんな速稼塾の放送ができれば幸いです。皆さんありがとうございました。